福代です。葵だぜ。お腹が痛いわ。どうした、拾い食いでもしたのか？拾い食いはしてないけど、多分お昼に食べたパンが原因だと思うの。まだ期限が切れて2日だったからいけると思ったのに。最近は急に暑い日が増えてきたから常温だといつもより腐るのも早かったんだろう。まあ、食中毒ぐらいなら少し耐えていればよくなるわよね。確かに食中毒は私たちにもありふれた病気ではあるが、あまり楽観視しすぎるのもいけないぜ。どういうこと？よし、それじゃあ今回は舐めてはいけない食中毒についての事件を5つ紹介するぜ。行ってみよう。今回最初に紹介するのはデスラーメンだぜ。確か以前にもデスハンバーグとかデスマフィンを紹介したわね。これもそれ関係なのかしら？そうだな。パターンとしてはほぼ同じだ。この事件が起きたのは2022年6月16日のこと。とあるツイッターへの投稿が始まりだった。何があったの？ツイッターユーザーである A さんが友達2人と一緒にラーメンを食べに行った。3人は楽しくラーメンを食べたんだが、その数日後に3人全員がとんでもない。腹痛と発熱に見舞われたんだ。これはもう典型的な食中毒ね。この事件が起きたのは愛媛県松山市にあるラーメン店カネオカラーメンだ。看板にラーメンは飲み物って書いてあるのね。この店の名物メニューは鶏白湯ラーメン。うわ、本当に真っ白だわ。そこにチャーシューの赤色や卵の黄色が混ざってとても綺麗。あれ、でもなんでお肉が赤いの？このラーメンは鶏を白濁するまで煮込んだ白湯スープに低温調理された。鶏のレアチャーシューを売りにしていてとても人気を集めていたんだ。ここまで鶏を全面に出してるラーメンってだけでも珍しいわね。ところで、この赤いお肉は大丈夫なの？さっきからつくよが心配しているチャーシューだが想像通りで全てこれが原因となっている。やっぱり。この店はミシュランビブグルマン獲得経験もある業界では有名な。ラーメンプロデューサーである島田隆さんがプロデュースした。フランチャイズ店で最近話題の低温調理の肉を使ったラーメンを作るという。コンセプトで作られたものだったんだ。確かに最近は低温調理って流行っているけど、デスハンバーグの時も言ったように、扱いがかなり難しいのよね。その通り、肉の低温調理では本来なら表面から中までしっかり火を通すものを、60から70度という低温で人間が食べることができる最低レベルまでじっくりと加熱していく。これによって中心部がレアな状態でしっとりとした食感を楽しめるんだ。昔からレアなお肉って一部の人から人気だったけど最近はブームになったことで、いろいろな店がやり始めてるのを見るわ。しかし、この低温調理はそんな簡単なものじゃない。人間が食べられる最低限までしか、火を通さないってことは逆に言うと調理担当者には肉の種類や形、厚みによって、どれだけ火を通せば十分なのかを見極める力が必要になる。これは一流の料理人でも 100% 成功するというのは難しいことだ。簡単に素人が手を出しちゃいけない領域よね。しかも、チェーンやフランチャイズではこの難しい作業をまともな経験や資格もない店長や、バイトがやっている。バイトの研修なんてせいぜい1週間から1ヶ月ぐらいなのに、こんな高度な調理させていて逆に怖くないのかしら。そこはもうバイトのマニュアル頼りというところだろう。まあ、それがさらに事故を加速させる原因になってるんだが。友達から聞いたけどマニュアルにある調理方法って火の通し方とか片面何分とか、時間しかしようがないのよね。これは先ほど言った厚みや形から臨機応変に調理することとはまるで真逆だ。普通に火を通す肉料理ならともかく、生を売りにする料理でこれをするのは、あまりにも危険すぎるぜ。特に鶏肉なんてカンピロバクターがたくさんいるもんね。カンピロバクターは鶏肉の 50から70% にいると言われている細菌だ。これも怖いところは螺旋状をしていて食べ物の表面に付着するサルモネラ菌などと違って、ドリルで穴を掘るように内部まで入っていってしまうことだ。中まで入るってことは中まで火を通さないレアで食べるのなんて絶対にアウトじゃない。だからそもそも生の鶏なんていうのは変態的に徹底した管理をしている。鹿児島とかでもない限りでは食べてはいけないんだ。これがせめてデスハンバーグの時のように別でコンロや、鉄板がついているタイプの料理なら違ったが、そこも大きな理由よね。生ハンバーグとかレアステーキって生で提供して、あとはお客さんのお好みと自己責任でってやってるから成り立ってるものなのに、ラーメンじゃ危ないと思っても客側からは何もできないわ。最終的にこの店では最初の3人を含めて短期間で、19人もの食中毒患者を出すことになってしまった。19人。中には39度以上の熱を出した人もいて時期的にも例のウイルスも疑われる騒動になった。当然ながら店は営業停止だぜ。そこまでの規模になったらどうやっても言い訳できないもんね。
デスハンバーグの時にも話したが、みんなも生〇〇ってものを食べる時には気をつけてくれ。特に今回のみたいな後から追加で焼けない料理は本当に料理人がやってくれる。高いところとか本店以外では食べない方がいいと思うわ。二つ目に紹介するのはティラミスだぜ。ケーキじゃなくてティラミス限定？今回の事件が起きたのは1999年9月10日のこと。広島県広島市にて複数の病院から、保健所に食中毒患者が多数出ているという報告があったことから始まった。複数って具体的にどれぐらいの報告が来ていたの？この事件では少なくとも4グループ21人が食中毒になっていることが確認されているぜ。わかってるだけで21人なら本当はもっと被害者がいそうね。すぐに保健所が調査を始め、そして患者たちの共通点が広島市にある。とある洋菓子店でティラミスを食べたことだったんだ。ケーキって生物だからすぐに食べないといけないのはわかるけど、どうしてティラミスでだけ被害が出たの？このティラミスは A という洋菓子店で売っていたものなんだが、実はここはチェーン店でティラミスの製造自体は B という工場で作られたものだったんだ。カップに詰めるタイプのティラミスだとお店で作るのは大変だもんね。つまりはこの食中毒は製造中に B で問題が起きたか、配達中や店についてから、A の中で問題が起きたかということになる。カップで密封されているなら完成後に異物とかが混ざることはないわよね。A 店が冷蔵庫に入れるのが遅かったとかならまだいいけど、そうじゃなかった場合、かなり大変なことにならない。つくよの懸念はもっともだ。先ほども言ったが、この A 店はチェーン店で広島市内に、20店舗以上存在している。もしも A 店ではなく B 工場の時点で不備があった場合には、20店舗すべてに同じ問題のあるティラミスが流れたことになるんだ。結果はどうだったの？残念ながらとだけ言っておこう。あ、このティラミスは事件があった分が含まれる9月5日から10日の間に、7664個も製造されていたことが分かったんだ。これはやばい。この食中毒での最終的な被害者数は判明しただけで総数697人。被害は広島以外にも大阪、山口、香川、神奈川など12の都道府県に広がったぜ。大惨事すぎる。これだけの被害になったのは1990年当時、日本中が空前の炒めしブームでナタデココや、ベルギーワッフルなど様々な外国発のスイーツが現れていたことにも関係している。このブームによって若い女性を中心にティラミスを買い求める人が多かったんだ。最悪のタイミングで起きた事故だったのね。逆にまだ日本で浸透しきる前だからこそ工場のオペレーションにも、不備があったのかもしれないな。結局、この事故の原因は何だったの？食中毒の原因となったのはサルモネラ菌。今回の場合は卵にサルモネラ菌が大量繁殖してしまったようだ。日本人は卵を生食するのが当たり前だけど、食中毒が怖い食品ってことで、海外だと加熱はマストだもんね。ただ今回の一件で呆れてしまうのはサルモネラ菌が繁殖した理由なんだ。仕入れた卵が傷んでいたとかじゃないの？なんとこのティラミスに使われた卵たちは卵黄と材料が混ぜられた後に、常温で5時間も放置されたらしい。そんなの子供でもヤバいってわかるわよ。なんでもこの時は工場内がとても深刻な人手不足な状況で、ベテラン職員が普段担当している部分以外の工程をいくつも掛け持ちして作業していたんだ。なるほど、その中で混ぜた材料が放置され続けてしまったのね。いや、それにしたって捨てなさいよ。まあ、どう考えてもそこが一番のミスだな。多分材料を無駄にしたということで、上司に怒られるのが嫌だったんだろうが、それによってさらにひどい被害を出してしまうことになったぜ。その人もまさかこんなことになるとは思ってなかったでしょうね。この事件では幸いにも食べた人の多くが20代などの若い女性だったことで、亡くなった人はいなかった。しかし、患者の 75% 以上が下痢になって平均回数が15回。50% 以上が39度の発熱で入院者も多数出すほどの大事件になったぜ。当然こちらも工場が全面操業停止処分だ。まあ、元はといえばこのギリギリな労働環境を作ったのも工場側だから仕方ないと思うわ。三つ目に紹介するのはからしレンコンだぜ。これまた渋いものが出てきたわね。渋い食べ物でも起こした事件はとんでもないぜ。そもそもからしレンコンってどんな食べ物なの？からしレンコンはレンコンの穴にからし味噌を詰め込んで、黄色い衣をつけて揚げた熊本の郷土料理だ。最初にレンコンの中にからしを突っ込んだ人は何を考えていたのかしら。もともとは玄宅というお坊さんが病弱だった熊本藩主の細川忠俊の見舞いに行った時に、レンコンを食べることを勧めて、そこで藩のまかない方だった平五郎という人物が食べやすいように、調理をしたものらしい。
または義理にした形が家紋に似ていたことから、門外不出の料理とされていたぜ。ええ。それ以外にもレンコンには増血剤の効果、からしには食欲増進効果があるから、組み合わせとしてもとてもいいものなんだ。ただの悪ふざけ料理じゃなかったのね。というか油で揚げるのに食中毒が起こるの？それは今から説明する事件の概要で説明するぜ。事件が起きたのは1984年6月23日のこと。佐賀県唐津市に住んでいた女性 A さんが、娘が熊本旅行のお土産に買ってきた。からしレンコンを夕食に食べたんだ。どうなってしまうのかしら。異変が現れたのは翌日の午前7時。A さんは大きな倦怠感と胸の痛み。さらには視覚障害や言語障害までも引き起こすようになってしまった。今までの下痢と発熱とかのレベルじゃなくない？ A さんはすぐに病院を受診した。それからいろいろな検査の後でかなり危険な状態だとして、人工呼吸器をつけて集中治療室に入ることになったぜ。他の家族はどうだったの？他の家族はからしレンコンを食べていなかったんだ。だから家族や医者から見ても、原因は火を見るよりも明らかだった。それに加えて宮崎市などでも呼吸困難などを引き起こした人物もいたことが分かったぜ。さっきから出てくる症状がどれも食中毒のレベルを超えてるわ。病院や保健所の調査の結果、これは株式会社三幸が作った。からしレンコンを食べた人間に起こっていることが分かったんだ。原因はボツリヌス菌による食中毒。これもよく聞く名前ね。ボツリヌス菌は海や川、土壌などに多く含まれる菌で酸素もいらず熱にも強い。つまりはとても強くて簡単に滅菌できないってことね。またボツリヌス菌の持つ毒素は 1g で100万人を亡き者にできるほどに強いもので、地上で最も強い毒の一つとして知られているんだ。そんなものがどうして食べ物に？生産工場を検査してボツリヌス菌が見つかったのはレンコンとカラシコ。でもレンコンは水洗いするから除外され、原因はカラシコと真空パックだとされた。カラシコはわかるけど真空パックはどういうこと？先ほどボツリヌス菌は酸素がなくても生きられると言ったが、正確には酸素があっても生きられるものと酸素に触れると消滅するものがあるんだ。じゃあ、一部は酸素に触れる状態なら勝手に消えていくってこと？そういうことだな。ただこのからしレンコンは真空パック包装であり、真空パックの消毒の温度が80度ほどしかなかった。これによって熱に強いボツリヌス菌は、消毒しきれず、逆に真空で酸素がなくなったことで一気に繁殖してしまったんだ。真空パックって菌が繁殖しなくて清潔だと思っていたけど、菌によっては逆効果になってしまうのね。結局、お土産として広く売られていたこのからしレンコンによって36名が重度の食中毒になり、11名が亡くなった。11人も。そして最初に紹介した A さんも一度は治療で持ち直したが、弱っているところに肺炎を発症して亡くなってしまったぜ。助からなかったか。ボツリヌス菌で人間が亡くなる確率は 30-40% と食中毒の中でも、かなりヤバい部類になっている。だから基本的には材料を流水で洗ったり、120度以上の高温で殺菌することが絶対に必要だったんだ。それをこの会社は怠ってしまったのね。これによって被害者家族は大きな悲しみを背負ったが、それと同時に、同県内に昔から50以上あった、からしレンコン業者の半数が、風評被害で廃業することになってしまったぜ。原発の時に東北の食べ物が全て目の敵にされたのと同じね。四つ目に紹介するのはバーベキューだ。屋外は衛生面がおろそかになりがちよね。この事件が起きたのは1975年のフランスだ。かなり昔の話ね。ああ、だからネットに正確で詳細な情報が残っておらず、すでに知ってる人のものとは違う部分があるかもしれないぜ。わかったわ。この日、バーベキューをするために水辺の綺麗な場所まで来ていた A さんたち一行。自然豊かな場所で遊びながらついにメインディッシュのバーベキューをすることにしたんだ。ほうほう。しかし、ここであるミスをしていたことが発覚する。あるミスって？なんとバーベキューに重要な肉を刺すための串を誰も持ってきていなかったんだ。あらら。そこで困った A さんたちが思いついたのが、その辺に落ちている木の枝を使うことだった。ワイルドね。そして各々が使えそうな丈夫な木の枝を探しているところで、一人が使えそうな枝がたくさん生えているのを見つけて積んで持ち帰った。嫌な予感。そして楽しくバーベキューをした一同だったが、それから数時間経ったところで、全員が体調不良を訴え始めた。完全に変な木の枝を使ったのが問題ね。実はこの枝は凶畜糖という植物だったんだ。凶畜糖？これは関東の方で街路樹としても使われている生命力の非常に強い花で、
戦争の時代には原爆の落ちた場所で一番最初に咲いた花だとも言われている。爆心地なんて完全に土の栄養もなくなっているのに勝手に生えてくるなんてすごいわ。しかし、その強さに比例するかのように植物の全体に強い毒を持っている。その毒はなんとあの青酸カリよりも強いんだ。かなり危険じゃん。ああ、凝竹糖の毒は少し摂取するだけで食中毒の症状を引き起こし、重症になると心臓麻痺を起こしてしまうぜ。心臓麻痺？最終的にこのバーベキューでは7人が亡くなってしまった。先ほど街路樹にも使われていると言った通り、普通に生活をしていればそこまで問題になるものではない。しかし、今回はバーベキューで火に当てたことによって毒の成分が中から染み出して食材に付着してしまったんだ。そもそも木の枝なんて清潔じゃないんだから食べるものに使ったらダメよ。ワイルドに遊びすぎるのも要注意ね。今回最後に紹介するのは浅漬けだ。今回は食中毒の話にしては意外な食べ物が多いわね。この事件が起きたのは2012年8月7日のこと。北海道札幌市内をはじめとした周囲の市にある複数の高齢者施設で下痢や血便などの食中毒の症状が報告された。高齢者施設で食中毒ってかなりヤバくない？めちゃくちゃヤバいぜ。食中毒は多くの場合で下痢、嘔吐、発熱を含む症状が現れる。これは単体ではそこまで問題になることが少ないが、全てが合わさることによって体に負担がかかったり水分を出しすぎたことによる脱水症状になってしまう。それが体力の少ない高齢者や子供には大きな危険となるんだ。今回も亡くなった人はいたの？残念ながら2名が亡くなってしまったぜ。この食中毒を引き起こした浅漬けを作ったのは1961年創業で、事件当時ですでに創業50周年を超える老舗漬物屋だった有限会社岩井食品。北海道の札幌に本社を置く会社で、北海道内のスーパー、ホテル、高齢者施設など多くの場所に漬物を販売していた。そんな歴史あるお店がやらかしてしまったのね。また食中毒が確認された商品はその中でも特に人気だった白菜の切り漬け。これは販売すれば1スーパーあたり1日に20から30個も売れるほどの人気商品で、この地域では大人から子供までたくさんの人が食べている。それじゃあ、被害の規模もかなりのものになっていそうね。実を言うとこの食中毒事件は高齢者施設で発覚した数日だけのものではなく、この月の始まりから翌月まで連続していて、最終的に169人が食中毒の症状を訴えた。その結果、高齢者施設では亡くなったのが2人だったが、全体では8名が亡くなっているんだ。2ヶ月近くも食中毒が続くって、一体何が原因だったの？原因となったのは白菜に付着していたとされる O157 であり、これは工場での野菜の消毒不足が不十分だったことから繁殖してしまったと言われている。野菜の消毒不足？この工場では野菜の漬け込み作業の際に水1リットルあたり150ミリの濃度の塩素で、130グラムの野菜を10分間消毒する作業をしていたんだ。もしかしてこの作業を省略したの？さすがにそれを省略をしていたらこんな被害で済んでいない。しかし、あまりの注文数の多さに生産速度が間に合わなくなり、塩素の中に入れる野菜の量を倍にしてしまっていたんだ。つまりは野菜を大量に入れたことで消毒が行き届かないものが出てきてしまっていたってこと？そういうことだ。これによって多くの白菜が O157 を付着させたまま、次の工程を通過してしまった。またこれ以外にも衛生面の不備が複数露見したことで、会社は白菜の切り漬け以外の全14商品すべてを自主回収することになってしまったんだ。忙しいとは言っても一番大切な部分をおろそかにしてはダメね。この事件では最後まで O157 自体の出どころはわからないまま終わってしまった。そして有限会社岩井食品は売上を5000万円以上落とすことになり、事件が起きたのと同年の2012年に営業禁止処分を下されるとともに、民事再生法が適用されたことで被害者への弁済を済ませた後で廃業してしまったぜ。何十年も続いてきた歴史的なお店でも一回のミスでなくなってしまうなんて恐ろしいわ。ということで、今回は舐めてはいけない食中毒についての事件を5つ紹介したぜ。どうだった？食中毒って本当に小さなミスから大ごとになってしまうのね。私も気をつけないと。これからの季節はどんどん暑くなってくるから、食べ物はすぐに冷蔵庫にしまう習慣をつけないといけないぜ。こんなことでお休みを寝て過ごすのは嫌だもんね。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。